マブニケンは糸東流は、マブニケンはによって開かれた空手道の流派。主力との派で、両方の流れを組む流派である。小刀官流、片柔流、和道流と並び、空手五神術の四大流派の一つに数えられている。海祖のマブニケンは,は、鬼、大城県有の末裔で、マブニ紛りの宗辞塔、夏島ブニケの着流である。マブニケは、ケは,聖は、 歌詞書を営んでいた。剣和は、糸津安栖根より、首里種を、東、女広史料より、那覇種をそれぞれ学び、兵役終了後、警察官になった後も、地方に隠れた首里で、那覇で以外の形、技法について模索し続け、松村派、荒垣派などの各派を収め、空手以外にも琉球古武術の某術、か座手術を学び、のみならず、 神殿不動流などの本土の柔術も学んだ中で、すべての技術と精神を融合、融和させたものが糸刀流から手道である。その技法上の特徴は、突き蹴り等の攻撃技術は合図機、合抜けという利害を持ち、防御技術には、落下、流水、手に、屈伸、反撃という五原則がある。さらには投げ、逆技といった技術を包含し、総合武道の様相を呈する。 また、守る、は、りという言葉に代表されるように、形という基本を守りながら、それを応用し、組手と結びつけていくことによって作り上げられた、分解組手などに、その奥義までをも収めることができるように、体系づけられている。また、精神教育に重点を置いた、マブニケンワは、君子の拳を標榜し、円満な人格の形成、向上を目指した指導を行った。 基本鍛錬として、薪藁を使用した月蹴りの鍛錬や、砂利の上での聖剣腕立て伏せなどより、実践的な肉体鍛錬に重きを置いているところは、実践的な流派ならではと言える。昭和9年、マブニケンが大阪に、道場、洋州館を設立。流派名を、糸す。東女漁師の頭文字を取り、糸刀流を名乗る。昭和14年、第二本部特会に、 糸刀流が登録され、県和は空手術連信号を授与される。昭和27年、県和は大阪で没死した。マブニ県和が市販免許を数多く出したため、糸刀流は分派した会派が多い。分派の理由としては一時分派は、マブニ県和の生前の独立と没後の後目継承に伴うものがその理由であり、技術的にも若干の違いがある。 二次分派は組織運営が主であり、技術的な相違はほとんど認められない。海祖マブニ県は没前に分派した海派は、伊藤藤流を名乗っておらず、二代目、県境以降に分派した海派は、伊藤藤流を名乗っている。伊藤藤流の宗家は二系統あり、全日本から手道連盟伊藤東海は、マブニ県和の長男、マブニ県境を二代目宗家とし、マブニ県有を三代目宗家としている。 一方、日本から手道会は、県はの三男、マブニ・ケンゾウを二世宗家とし、マブニ氏を三世宗家としている。手理主、那覇主を中心に、鶴法など幅広い技術体系が確立されている、流派であり、他の流派と比べても型の種類が多い。イトス・ハナエ初段、二段、三段、古流の形。平安初段、二段、三段、四段、五段。 抜け取り出題、小、石峰派、松村派。交渉君台、小、四方交渉君、茶谷荒交渉君。自主、自上、自音。腕集腕ダウン。詐欺秘書団、二段、三段。鎮頭、鎮定、鎮臭、五十四歩。片藁流三線、天手の平。十三、進む円鎮。十八、三十六、くれ止め派、清水さ人 西派、108。三光系荒垣派。24。三沢鎮、雲守。松重義派。ワンクワン、アーナン。鶴鳳。八歩連、白鳥、28歩。糸東流の全日本から手道連盟指定型は次の通り。詳しくは全日本から手道連盟糸東海の項、参照詳しくは、日本から手道糸スカイの項参照詳しくは、 なお新配ハイト竜空主導連盟の好参照。詳しくは、日本から手同心か配ハイト竜会の好参照。ありがとうございます。